さあ、えー、本日は公式からの最新情報です。いやー、この情報を本当に皆さんに、えー、お伝えすることができて、えー、本当に嬉しいですね。いやー、そして今回柱稽古編とは思えないほどの豪華さ、やばいですよ。はい、ということで、えー、プロモーションリール2024解禁情報について、えー、皆さんに本日はお伝えしていきたいなと思います。 さあ、2023年の12月の10日に公開ということなんですけども、本日4つほど最新情報が発表されました。さあ、1つ目から見ていきましょう。 さあ、まずはですね、YouTube プレミア公開ということで、12月の10日の日曜日の21時から、アニプレックス公式 YouTube チャンネルにて、プロモーションリール2024が公開されます。いやー、ちょっと。 これが本当に楽しみだねいや今回、柱稽古編だけではなくて、おそらくですね、外伝のアニメ、そして、無限上編のお知らせもワンチャンあるということで、本当にとんでもない情報が解禁されることは間違いないんじゃないかなと思っております。さあ、そしてね、続いての情報なんですけども、こちらということで、地上波テレビ CM テレビ放送ということで、まあこれは一体何なんだっていう感じなんですけども、え富士テレビ系列、アサヒビールスマドリ、ザ・マンザイ2023マスターズの、まあ、テレビ CM かなでなんか放送するみたいですね。えー、一体何を放送するのか全くもってわからないんですけども、え何のテレビ CM なんでしょうかね。 え、もう柱稽古編の放送日明かしちゃうのかないやもうちょっとよくわかんないですね。はい、ということで続いて見ていきましょう。さあ続いての情報なんですけども、こちらということで、アニメ鬼滅の刃柱セレクション特別上映会ということで、12月の10日の19時半から上映開始、東方シネマズ、日比谷、 あ無限列車編第6話赤座あ、遊郭編第10話絶対に諦めない、えー、刀鍛冶の里編第8話無一郎の無ということで、えー、登壇者が小西克幸さんと、えー、高橋優馬さんとなっております。<laughs> え、なにこれ <laughs> えちょっと待って。何ですかこれはうん。 あの、読み上げていて、意味がわからなかったんですけど、え、なんで柱稽古編の、うん、テレビ放送のために、特別上映を行うんですかまあ、というか、プロモーションリール公開に、なんで特別上映を行うんですか意味がわかりません。はい。えー、今回本当にね、無限上編のお知らせ、来るのではないかな、なんてね、えー、いうふうにも思う、変な情報が、 解禁されております。さあ、そしてね、えー、今回最後、とんでもない情報なんですけども、鬼滅テレビ、ザ・ワールド、世界同時配信と、と <laughs> いうことで、はい、えー、日時があ、12月の10日の23時からですね、えー、出演者が、花稲月、木藤明り、下野博松岡義嗣、川西健吾、早見沙織、高橋優馬さんと、 なっておりますね。いやー、ちょっととんでもないというか意味がわからん。なんだ、ザワールドって。いやー、ちょっとね、本当に全く何がね、うん、発表されるか予想がつかないんですけども、今回、鬼滅テレビザワールドの放送時間が、あ、なんとこんな感じで、12月の10日の23時から、12月の11日の月曜日の0時までと、 ということで、えー、もう1時間にわたってね、えー、最新情報が解禁されるらしいです。えー、ちょっとね、メンツといい、ちょっとザワールドといい、えー、一体何が起こるのか、私も本当に予想がつかない展開となってまいりました。いやなんかね、柱稽古編の情報だけだったら、ここまでするとは思えないので、 柱稽古編の情報プラス、なんかね、映画の上映とか、なんか本当に意味のわからない、本当にスペシャルなサプライズ情報っていうのが発表されるんじゃないかなと思っております。ま、さすがに無限上編を今発表するのは早いと思うし、いやでも無限上編のお知らせも来なくもないかなとも思うんですよ。いや、なんですかこれは。うん。 僕は一体何を見たらいいんでしょうかいやもうとにかくね、えー、私今大興奮しているんですけども、えー、その気持ちを抑えないと、えー、今ね、えー、こうして喋ることができないので、もう滑舌がおかしくなってしまうので、えー、なんとか気持ちを抑えて、皆様に冷静な気持ちで情報をお届けしているんですけども、えー、プロモーションリール2024解禁情報、ちょっとね、とんでもないです。